マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズニュースーパーマリオブラザーズニュースーパーマリオブラザーズはニンテンドー開発発売のニンテンドー DS 用ゲームソフト日本ではスーパーマリオ USA から約14年ぶり海外ではスーパーマリオヨッシーアイランド以来の 2D アクションのスーパーマリオブラザーズシリーズのオリジナル作品である ファミリーコンピュータのスーパーマリオブラザーズのような爽快な操作性をそのままに、キャラクターは 3D で描かれ、新たなマリオアクションが追加されている。また、スーパーマリオ 64DS で好評だったミニゲームが収録されており、再収録された一部のミニゲームに加えて一人用と、対戦用の新作ミニゲームが多数収録されていて、最大4人同時対戦が可能となっている。 過去ゲームをしていたが、現在は離れてしまう層をターゲットとしており、そのため今までの 2D マリオシリーズ作品を意識した仕掛けや演出が多くなっている。このソフトは、Nintendo DS の発売前から、その開発が明らかにされており、すでに発売前の Nintendo のフリーペーパーの開発中リストには、ポケットモンスターダイヤモンドパールや、 ファイナルファンタジー3などと共にその名前がラインナップされていた。ただし、当初は先に発売された、スーパーマリオ 64DS の続編の扱いであり、開発中のスクリーンショットやムービーには、発売時とは違うグラフィックやロゴマーク、スーパーマリオ 64DS に登場する敵やブロックが存在していた。そのため、マリオなどのボイスや巨大化するシステム、ウツボや、 鎌口くんなどのキャラクターやミニゲームなどにスーパーマリオ 64DS と共通、類似するものがある。テレビコマーシャルには女優の松島菜々子が出演し、ベッドで実際にプレイしている姿が放映された。今作では最大のポリ数が99となっている。日本ゲーム大賞2007年度優秀賞受賞。ファミツーアワード2006では優秀賞を受賞した。その際、 受賞式でディレクターアスケ・シ行は受賞のコメントで感謝の言葉を述べるとともにリメイクでもなくアレンジでもなく全くの新作のつもりで作りましたとあくまで新作ソフトであるということを強調したコメントを述べている2010年11月に日本ゲーム市場での売上本数が600万本を突破したことが確認されたこれは日本における ニンテンドー DS の最高売り上げソフトであり、日本のゲーム市場においてもソフト単体としては、集まれ動物の森、初代、スーパーマリオブラザーズに次いで、第3位の売り上げ記録である。2009年12月3日には Wii で、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii が発売され、2012年7月28日には、本作の携帯機での続編、ニュースーパーマリオブラザーズ2がニンテンドー 3DS。 専用ソフトで発売された。マリオとピーチ姫はピクニックに出かけていた。すると、突如キノコ城に黒い雲が出現して落雷が起こり、それにびっくりしたキノピオたちがお城から飛び出す。びっくりしたマリオは、急いで城に戻ったが、その暇にこっそりとやってきたクッパジュニアにピーチ姫が連れさらわれてしまう。巨大キノコの力を借りて、マリオの新たな冒険が始まった。 このゲームのメインモードである HP のアクションゲーム。マリオでピーチ姫をさらって逃げるクッパジュニアを追いかけながら、各ワールドのステージをクリアしてピーチ姫を救うことが目的。なお、セーブデータ選択時に L、R ボタンを押すと、プレイヤーキャラがルイージに変わる。二人プレイ専用の対戦アクションゲーム。DS 本体2台とソフト1本でもあれば、対戦可能で、 ソフト2本の場合はダウンロードせずにすぐに対戦できる。マリオとルイージュでマップ上にランダムで現れるビッグスターを取り合い勝敗を決める。ビッグスターを持っている状態で相手に踏まれたりミスするとビッグスターを落とす。開始時に勝利回数、現れるビッグスターのクリア枚数、残り人数を設定できる。コースはオリジナルのものが5種類用意されている。 全27種類のゲームがあり、ソフトを持っていない人でも一緒に最大4人で対戦できる。ソフトを持っていない人は DS ダウンロードプレイで参加すればプレイでき、お互いがソフトを持っていれば持っていない人と対戦する場合よりも早く対戦ができる。なお、一部のミニゲームはスーパーマリオ 64DS から再録、または若干の仕様変更を加えて収録している。 1>, 1プレイヤーモードと VS バトルモードがあり、1プレイヤーモードでは主に記録の更新を目的とし、VS バトルモードではミニゲームで、プレイヤー同士で対戦し、ポイントを競い合い、先に200ポイントを取ることを目的とする。また VS バトルモードでは、プレイできるミニゲームやポイント数を自由に選択できる、フリープレイと、すべてランダムで行うシャッフルプレイの2つのモードがある。 ミニゲームのジャンルは、アクション、パズル、テーブル、バラエティの4種類がある。キャラクターは 1P が、マリオ 2P が、ルイージ 3P が、ワリオ 4P がヨッシーである。このミニゲームモードのみの登場であるが、ワリオが本作でスーパーマリオブラザーズシリーズに初めて登場した。なお、任天堂 t e ー 3DS では、マイクを使用したミニゲームは遊ぶことができない。 1, 1プレイヤーモードにおいてがついているものは、スーパーマリオ 64DS から再録されたもの、VS バトルモードにおいてがついているものは再録されたゲームのうち、通信体専用に調整及び専用化が施されたものである。アクション1プレイヤーモード VS バトルモードパズル1、プレイヤーモード VS バトルモードテーブル1、プレイヤーモード VS バトルモードバラエティ1、 プレイヤーモード VS バトルモードジャンプボタンとダッシュボタンの配置やサウンドのサラウンドとモノラールとステレオの音声を変更できる。ゲームシステムはスーパーマリオブラザーズやスーパーマリオブラザーズ3のシステムを多く踏襲し、後のシリーズタイトルで採用されたヒップドロップや壁キックなどのアクションが新規に追加されている。また、 シリーズをまたいで多くの要素が取り入れられているため過去の作品で登場したキャラクターも敵味方含め数多く登場するステージ選択はマリオワールドから続くマップ式であるが本作では左右に移動するだけなのでシリーズ中でも比較的簡素なマップとなっているゲームは上の画面でプレイ画面が下の画面では スコアやエリアの震度などが表示されるようになっており、土管を通って地下に行った時などは上下画面が入れ替わることがある。通常下画面に1個アイテムをストックすることができるが、上下画面が入れ替わっている時はストックを取り出すことができない。お化け屋敷ではエリア震度表示の部分に終始テレサのグラフィックが表示され、エリアの震度が確認できない。 グラフィックは全体的に 3D で描かれているが、移動方法はそれまでの 2D マリオゲームとほぼ同じである。変身に関しては、ファイア以外のものが大幅にリニューアルされており、無敵マリオでは、スーパーマリオワールドのように敵を連続して倒すと徐々に得点が増えて、最終的に位置アップする仕様となり、これ以外にも全く新たな変身が3つ登場したが、代わりに空を飛べる変身は、 全面的に廃止されている。クリボーやノコノコ、テレサの他に、ウツボやバサバサ、ガマグチ君などの、スーパーマリオ64および、スーパーマリオ 64DS に登場した数々の敵キャラクターが登場している。パワーアップアイテムはステージ中で変身中で撮ると、スーパーマリオワールドと同じく一つストックできるが、変身種類によってストックできるものは変わり。 ストックしているアイテムが変わることがあり、良いアイテムほどストックの優先順位が高い。ストックの順位は、スーパーキノコ、ファイアフラワー、青コーラ豆キノコ、巨大キノコになり、右へ行くほど良いアイテムとなる。例えば、コーラマリオで、ファイアフラワーをストック中で、青、コーラを取ると、ファイアフラワーから青、コーラに、ストックされる。なお、青、コーラをストックしていると、 ファイアフラワーを取っても青、甲羅が優先され、青、甲羅から、ファイアフラワーに変更することはできない。また、甲羅マリオ豆マ,マリオ、巨大マリオの詳細については、システムアクションを参照。八つのワールドで構成され、それぞれのワールドには10程度のコースがある。各ワールドの中間にある塔と最後の城は、ステージ奥で待ち構えるボスを倒すと、クリアとなり次のワールドに進める。 それ以外のエリアは、ゴール地点にあるポールにしがみつけば、クリアとなり、ポールにしがみついた位置が高いほど高得点が入り、ポールのてっぺんより上にしがみつくと位置アップする。なお、ポールにしがみつくゴール形態は、リメイク版を除くと、スーパーマリオブラザーズ2以来のものである。各エリアには、制限時間が設定されており、ゲームが始まるとこの数値がカウントダウンし始める。 カウントダウンのペースは1秒より早い。この数値が0になるまでにエゲアをクリアしなければならない。制限時間が100を切るとそのことを示す。効果音が流れ、BGM のテンポが速くなる。クリア時には、残りの制限時間の数値が1カウントにつき50点として、得点に加算される。そして、最後のワールドにいるボスのクッパを倒すことで、エンディングとなる。クリア後は、ワールド1、に。 青、キノピオの家が作られ、画面の壁紙を変えることができるようになる。すべてのコースをクリアし、すべてのスターコインを集め、スターコインをすべて使い切ると、オールクリアとなる。セーブはワールド8をクリアするまでは、ボスのいるコースのクリア後か、スターコインを消費して、道を解放した時か、ワールドマップのどこかにある大砲を使ってワープした場合にしかセーブできないという。 スーパーマリオワールドを思わせる仕様で一度再開できる中段セーブも存在しないという携帯機としては比較的厳しい設定となっている。ワールド8を一度クリアすればマップ上でいつでもセーブができるようになり、セーブ後は進行状況そのままになってゲームオーバーになってもセーブしたところから再開できる。随所に赤い旗の隠しゴールが存在し、 クリアすることで通常とは別のルートに進むことができる。ステージによっては変身した状態でないと進めない隠しゴールも存在する。なお、タイトルにブラザーズとあるが、ルイージは隠しキャラクターとなっており、ファイル選択画面で特定の操作を行うと使える。また、エンディングがクリアしたコース数により若干変化したり、 タッチパネルに表示される文字をタッチするとちょっとした仕掛けがあるなどの要素もある。ワールド8のクーッパーを倒した後、マップ上のポーズメニューで L ボタン、R ボタン、L ボタン、R ボタン、X ボタン、X ボタン、Y ボタン、Y ボタンを順に行うと、秘密のチャレンジモードが楽しめるようになる。このモードでは、一度クリアしたコースにて、ファミコン版、 スーパーマリオブラザーズのように一度画面をスクロールさせると後戻りできない仕様となる。ただしコースによっては先に進めなくなる場所もあり往復が必要なコースでは発動しない。秘密のチャレンジモード発動中に同じ操作をすると解除される。それぞれのワールドには中ボスであるクッパジュニアとの戦いがある等のステージと各ワールドの最後にあり、 ボスとの戦いがある、白ステージが存在する。ワールド3の次は、ワールド5、ワールド6の次はワールド8に進むが、特定のワールドでは、豆マ,マリオンに変身して、最後の白をクリアすると進むワールドが分岐し、ワールド4、ワールド7に進むことができる。ありがとうございます。